帰るんですか。それはもう原宿の損失ですよ。はい、翔くんのアプローチですね、聞いていきましょう。めっちゃ無視してたじゃないですか。めっちゃ無視してませんでした。すごい嫌でした、やっぱナンパは。ナンパは嫌ですか。寒くないですか今日。寒いですよ。でもこれあったかそうですね。なんか思いのほか寒くてミスったんですよ。交換してくれないですか。交換してください。マジで交換する。風通しそう。風ね、確かに。どこ向かってんの。ただ普通に歩いてる。散歩中。帰るんですか。これはもう原宿の損失ですよ。本当ですか。だから多分維持度高いんですよ、原宿より。お姉さんがいるから多分保たれてる。一瞬お茶しましょうよ。お茶しましょう。未成年なんですか。未成年ってお茶できないんでしたよ。17なんですか。マジですか。本当ですか。絶対嘘っすよ。本当に17。まあチャンス2回あって2回取りこぼしっていう感じかな。どうしてもこう真に受けて話しちゃうね。そこを直していかなきゃいけないんだけど、まず一つ、めっちゃ無視してたじゃないですか。めっちゃ無視してませんでした。要は自分の前に他のメンズがナンパして無視をしてたと。で、それを使って入っていく。共有スペースだから当然反応は、まあ、ちょっと出てきて引き出せるんだけど。すごい嫌でした、やっぱナンパは。ナンパ。自分の中にその後伸ばすなら展開していいんだけど、例えば、何がダメだったのとか、もっと分かりやすく、なんて言われたのとか。そういう、こう、自分の中で伸ばせるものがあったらいい。なんて言われたの？結婚してくださいとか言われたのとか、そんな感じで、こう、伸ばせる、ポンポンって、ちょっと反応を引き出しただけに、スッっていう、その、要は、その自分が声かける場合に断られたやつを使ってるわけじゃんか。それを使っていくってことは、その後にどう展開していくのかっていう、ある程度2枚ぐらいのカードが必要で、で、どうも僕にはこのナンパ嫌ですかっていうのは、相手が何を言ってんだこいつはってなってしまう、このその場しのぎの言葉を選んでるような気がするんですよね、翔くんの中で。何かここに狙いがあったとは思えないんですよ。で、その後の次の展開はそれがあって。ああ、嫌ですか。寒くないですか、今日。あ、でも一ついいところは、トーンが変わってないとこかな。少し途中からどんどん弱くなっていくんだけど、まだここの段階では変わってないっていうのがすごくいい。そこはね、寒いですよ。でもこれあったかそうですね。今日なんか思いのほか寒くてミスったんですよ。交換してくれない。交換してください。マジで交換する。風ね、確かに。つまんねえな。せっかく一つ風通しそうだからって。いや、これそう見えるでしょ。もう風通すとかいうレベルじゃないからね。もうと突き抜けていく寒さよ、これ。突き抜けていく寒さとか、そういう感じでこう自分のね、服のことを言ってくれたんでしょ。ちょっといじられに行くっていうのが翔くんには欲しいんだよね。この女の子も横目で翔くんのこと見てんのよ。で、こう優位性とかある程度できてるから、その前の子をガン無視してたとして、ね、ガン無視してたんでしょ。でもそうじゃないからちゃんと話してくれてるのよ。で、だからパスもくれてる。で、そこでもやっぱりこう、相手が話しやすいように仕向けられていないので、じゃあ、この人とについてって楽しいかっていうと、
あ、いいわってなっちゃうっていう。で、もう一個そのチャンスはあるんですよ。どこ向かってんの？ただ普通にあの歩いてる。気づいたと思うんだよね、翔くんも絶対。だってちょっと笑ったじゃん。ただ普通にそこ歩いてる。ただ普通にそこ歩いてるんですよ。ただ普通にそこ歩いてる。歌かよ。ここすらないか、なんかの歌ですか、歌詞。ただ普通にそこ歩いてるだけって新曲ですよ、ね。なんか、あいみょんの新曲とかですか、そう。とかでいいから、ちょっとこう、和んでいくっていうのかな。まあ、その前の、カーディガンの話も、こっちのカーディガンの話、に対してもそうなんだけど、うん、突っ込み突っ込まれっていうところをやっぱりちょこちょこってこうできるようになっていきたいね。もう塩くんのところまで来たらね。散歩中帰るんですか。もうそれはもう原宿の損失ですよ。だから多分維持度高いんですよ、原宿より。お姉さんがいるから多分保たれてる。一瞬お茶しましょうよ。お茶しましょう。未成年なんですよ。僕もですよ。まさかの、いくつ ?17。まさかの年上。お姉さん年上だって、やっぱお姉さんだったの。そしたらこう見てくるから突っ込んでくるから、今なんだこのおっさんと思ってるっしょとかで、ちょっとこう距離感縮められるのよね。それをもう岸尾くんはこの段階でその17って言われてるのをどうやって崩すかっていう思考になっちゃって、ネタ振りをどうやって一緒に楽しむかっていう思考になってないんですよね。だからそのカーディガンのあたりから出てるほころびがはっきりと形になっちゃって、この時点で彼女は完全にアーダルってなったと思う。で、ただやっぱりこう声をかける前だよね。その塩くんのその前のメンズの男のナンパを無視し続けたっていうところで、それを使って声をかける。で、横目で塩くんの雰囲気を見てる。故にここまで言葉出してきてくれてるのよね。そこを活かせなかったっていうアプローチで。うん、まあ相手がその17かどうかっていうのはこの後連れ出していろいろ話して、でもう未成年だったらそのまま仲良くなって連絡先交換せずにするリリースすればいいんだけど、もう誕生日に連絡してくださいみたいな感じで解散すればいいんだけど、でもこの段階だったらやっぱ連れ出せなければいけない、連れ出せるようになっていかなきゃいけなくって、でそのためには今のところのがポイントになっていくってことね、うん、すごくなんて言うんでしょうね、しっとりした地味な実録なんだけど、添削なんだけど、ものすごく指導する、学びのある中身のあるヒントを彼女はくれてると思いますよ、うん、パスは出してやったぞ、もういいわだるっていうところまで、うん、チャンスはくれてるからね。だから、まあ、やってる方向性は全く問題ないし、うん、うまくいくときの配分っていうのもだんだん上がってきてると思うんだけど、こういう感じのときをやっぱり自分から好転させていく力を身につけるために、特に翔くんはちょっといじらせに行くっていう技術を、うん、覚えてほしいね。そのピエロになるっていう感じじゃなくって、うん、ちょっとした言葉でいいからね、うん、ちょっと覚えていってください。では、添削終わります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録お願いします。